こんばんは。延岡市情報サイトを運営している広瀬と言います。これが Facebook で自分が運営しているサイトです。で、今ですね、頑張っているのがここのいいねの数ですね。今2857件のいいねをもらっています。今週ですね、かなり増えています。で、今ってどこと勝負をしているかというとですね、まあ、恐れ多いんですが、こちらですね、我が愛する町延岡市の Facebook ページですね。ここのいいねを見ると2882のいいねがあります。多いですよね。でももうすぐ追いつけるかなと思ってですね、頑張っています。まあ、なかなか内容っていうのではなかなか追いつけないので、基地の多さであるとかですね、情報の速さであるとか、そこ辺でですね、特色を出していって、この延岡っていうサイトをですね、この Facebook の中でちょっとですね、もうちょっと人気のあるページにしていけたらなと思っています。最近ですね、こういう延岡広告っていうのもやっているんですけれども、少しずつ認知度が上がってきていてですね、今これで見ると延岡のサイトにですね、結構広告を出してもらっています。だいたいスマホで見られている方が多いとは思うんですけれども、パソコンで見るとですね、こういう形でトップページにですね、大きなバナーっていうのが出てくるようになっています。まあ、スマホも同じですね。スマホのトップページに、こういうトップページにだけですね、この大きなバナーが出てきて、このスポンサーの方のみになるんですけれども、で、パソコンページ右側、ここにですね、バナー広告っていうのを皆さんに出してもらっています。工藤工業さん、延岡ジンプラート教室さん、豆丼屋さん、今日から始まったフロックスさん、後藤ハリキュー指圧院さん、黒木三好さん、とミスターグリルさん、保険のハートフルさん、高見愛商店さんですね、246番の9、今9件あります。まだまだこれはですね、20件ぐらいにならないかなと思って頑張っているところです。で、この広告の良さっていうのがですね、まあ、これトップページなんですけれども、どのページを見てもですね、このミスターグリルさんの紹介ページ、ちょっと行ってみますけれども、このミスターグリルさんのページを見ても、ここの右側を見ると、ここに広告が表示されるんですよね。どのページを見ても必ず広告が表示される。だから延岡であればですね、増本さんとか直ちゃんとかですね、皆さん検索されてうちのところにもたどり着くんですけれども、他のお店を探しに来た時にでさえ皆さんの広告がこういうふうにですね、目に留まるという仕組みになっています。しかもですね、延岡のページはページ数が多くてですね、4000ページ以上ありますので、そのページ全部、すべてのページに広告を出しているという形になります。なかなかここがですね、今までテキストだとですね、伝えにくかったんですけれども、まあ、こういう動画であればですね、伝わりやすいのかなと思って、今ちょっと試しにですね、配信しています。
これミスターグリルさんのページなんですけれども、昨日ちょっとアップしたカフェビオラさんのページをちょっと開いてみます。これはカフェビオラさんの紹介ページなんですが、やはり右を見るとここに広告が表示されています。これはパソコン PC の画面なんですけれども、もしこれがスマホで見たらですね、ビーッとちっちゃくするとスマホと同じ画面に表示になるんですけれども、ビオラさんがあって紹介がずっとあって、スマホで見るとですね、必ずこのスマホの下の方にですねバナー広告っていうのが表示されるような形になっています。スマホでも PC でも広告が表示されるということになります。で、月、安いのは3000円から、通常5000円から受けたまわっているんですけど、こういうバナーの制作費であるとかですね、さっき見せたあのトップページのですね大きなバナー、こういう制作すべてですね込みの価格になっています。これ1ヶ月間ずっと配信されるので、1ヶ月、3000円、5000円、通常5000円と考えてもらうと、そこまで、お店の広告費としてはそこまで高くはないんじゃないかなと思っています。このホームページだけではなく、Facebook のページとかでもですね、なるべく心がけて皆さんの広告を出してもらっているスポンサー様の記事っていうのはですね、上げていくようにしているのでですね。で、皆さん Facebook すごくしていると思うんですけれども、ちょっとこれは管理人だけしか見れないんですけれども、一つの記事に対してですね、今日上げたフログさんの記事なんですけれども、リーチが1043人とかですね、かなりの方に見てもらえてる。エステグレースさんのやつはリーチを見ると2237人見てもらってるとかですね。結構珍しい記事とかをアップすると5000とか1万ぐらいとかですね、行ったりもするので、かなりですね、効果的に広告ができるんじゃないかなと思います。口コミだけでやられてるお店も多いと思うんですけれども、やはりお店をやられているんであれば、こういうPR っていうのもですね、必要不可欠だと自分は思っています。で、延岡もですね、2000年から開始しているので、かなりの方に知ってもらうことはできているのかなと思います。まだまだ若い方には知られてない部分はあるかもしれないんですけれども、ですね、皆さんの協力を得てこういう形でですね、写真を提供してもらったり、記事を提供してもらったり、グルレポという形でお店をですね行って食べ歩いてもらって、その感想をいただいたりとかですねしています。で、動画とかも無料でですね作ったりもしています。なかなか自分一人でやっているので、すべての店舗のですね動画っていうのはまだできていないんですけれども、ここも橋倉さんの動画を作ったりとかです。皆さんからそのお店に行って食べているところとかの動画が一番いいとは思うんですけれども、なかなかそこまでできてないので、皆さんからもらった写真をですね動画にしているような形です。これは全然無償で作って YouTube でアップして自分のホームページとリンクさせているような形になります。それは無料でやります。スポンサーさんを優先にやっているという形ではありますけれども、スポンサーでなくてもですね動画を作ってですね、なるべく皆さんにお店を知ってもらうような形にはしています。結構今日からこのライブ配信っていうのをですね、Facebook の方でできるっていうのを教えてもらってしているんですけれども、この顔出ししないと結構喋れますね。顔出しするとなるとちょっと抵抗があっ
たのでどうかなと思ったんですけど、顔出しがなければ結構自分でペラペラ喋って言いたいことが言えていいのかなと思いますですね。またですね、スポンサーさんに関してなんですけれども、普通のページっていうのはシャムロックさん、新しく紹介ページを作ったシャムロックさんのページで言うとですね、通常このアイキャッチっていうページの一番上にですね、大きな写真が来て、で通常の写真が3枚、でまだちょっと動画ができたいってないんでないんですけど、アイキャッチの下に動画を一つ作って、アイキャッチプラス動画一つプラス写真三つですね。でそれ以外の写真っていうのは、このその他の写真はこちらっていうところをクリックすると、他の写真も見れるようにはなっていますが、1ページで表示されるのはこれぐらいですね。このスポンサーでなければですね。でお店の情報が出て、地図があって、投票するところ、星印ですねがあるような、これが無料の、これまだ自分の店紹介してもらってないんだけどっていう方がいたらですね、メッセージもらったらすぐ作りますので、情報もらえたらですね、情報であるとか写真があると助かります。そういうのもらえたらすぐ作りますので、まあ延岡市には限定されるんですけれども、なかなかどこのお店を作ってないとかですね、自分でなかなか把握するのもですね、仕切れてない部分っていうのがあるので、気づいたたびにですね、追加はしているような形になります。お、ちょっと今日いじったからちょっと崩れてるところがありますね。後で訂正しとかないといけないですね、ですね。結構最初の配信にしては長く喋っているので、これぐらいでですね、配信やめてみたいと思います。またですね、ちょこちょこ多分配信していくと思うので、なんか自分が伝えたいことがあったりとかですね、あれば活用していきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いします。以上です。